ゼロ歳児でもアレルギー性鼻炎になる？シャボン玉石鹸プレゼンツ、あるある。積み木がお気に入りの1歳のエイタくん、パパママと一緒に遊べてご機嫌です。パパからこんな質問をいただきました。赤ちゃんのアレルギー性鼻炎が増えていると聞きましたが、本当ですか？お答えするのは、熊本クリニック耳鼻咽喉科形成外科の熊本真由子副院長です。近年アレルギー疾患は低年齢化増加の傾向にあります。アトピー性皮膚炎や喘息といったアレルギー疾患を持つお子さんでは、0歳代から鼻の症状が出ますし、花粉症でも2歳頃から治療が必要な場合もあります。アレルギーかなと思ったら、まずは専門医でアレルギーの有無とその原因、アレルゲンを調べてもらってくださいね。アレルギー性鼻炎の症状や家での対処法を教えてください。くしゃみ、鼻水、鼻づまりに加えて、子どもの場合、咳やいびき、鼻血なども伴うことが多く、目や鼻をこする、顔をしかめるといった仕草もよく見られます。アレルギー性鼻炎と診断されたら、できる範囲でアレルゲンを除去しましょう。ハウスダストやダニの場合、こまめに掃除機をかける、毛足の長い絨毯は避け、ぬいぐるみは定期的に洗う、寝具やソファーは防ダニ加工を選ぶといった環境整備が大事です。現在治療は0歳からでも使用可能な薬剤がありますし、外来でのレーザー手術や免疫療法など、年齢で様々な治療が選択できます。鼻の症状があると毎日元気に過ごせませんよね。気づいたら早めに耳鼻科へご相談ください。アレルギーにならないようにお家をきれいにしようね。はい。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。TNC ハグハグからご応募ください。